私は、えー、まあ、先日ね、7日間、えー、チャレンジと言いまして、で、オンラインセミナーをですね、7日間連続でさせていただきました。で、まあ、今日ね、その、やっぱ7日間連続してみて、感じたこと、えー、こちらをちょっとシェアしたいなと思っていまして、で、まあ、その、まあ、自分がね、ライブ配信をするかどうかはまた別として、えー、その、あの、 なんだろう情報発信でもですね、えー、言えることなのですごくあの今日いいことがねシェアできるんじゃないかなと思っておりますはいこれだけ送っちゃいますオッケーはい ああ、次、続々とありがとうございます。すごい、お知らせなしで。直前のお知らせを今、今送りました。<laughs> ちょっと今日バタバタ <laughs>。はい。あ、おはようございます。おはようございます。ちょっとこっちでも見ようかな。ね。えー、っと。はい、今行きました。あの、ちょっと待ってくださいね。こっちで、名前が見えない人がいるので。 はいあ。おはようございます。ただきまたおはようございます。皆さん、続々と。よいしょ。はい。あ、もう29名の方がね、見られていますね。ありがとうございます。はい、おはようございます。あ、はい。坂本さん、おはようございます。はい、おはようございます。美先生、おはようございます。はい、みどり先生、おはようございます。はい あ、ゆりこ先生おはようございます。岡田先生おはようございます。えのー、森先生おはようございます。あ、のりこさんありがとうございます。いつもおはようございます。<laughs> はい、おはようございます。はい、おはようございます。尾宮先生。あ、雷すごいですか台風の影響ですかね。なるほど。こっちにも来るのかなそれが。今日なんか一応、朝、千葉はですね、雨降ってたんですけれども、あの、 なんか晴れてきた感じがありますね。今日も暑くなりそう。めちゃくちゃ。<laughs> はい。おはようございます。沙織先生、おはようございます。小岩本先生、おはようございます。はい。おはようございます。前原先生、おはようございます。はい。えー、おはようございます。吉田先生。はい。ありがとうございます。今日も35名の方がもうですね。はい。あおはようございます。ね。素敵なあの、ダンス、スタジオをお持ちの、えー、エルビアさんですよね。はい。一度なんか行ってみたくなるようなね。 えー、ところですよね。本当にね。海が見えるところの、あの、素晴らしいロケーションのところでね、ベリーダンスを教えてらっしゃって、羨ましいなと思っており <laughs> ます。私もそういうところでピアノを教えたいですね。いい。やっぱロケーションいいですよね。大切っていうかね。はい。えー、あ、はい。竹内さんおはようございます。で、まあ今日ちょっとですね、まあ、あの、 えー、私がその7日間連続ね、で、えー、ライブをさせてもらって、で、これはですね、あの2回目だったんですよね、7日間チャレンジ。で、1回目の時はね、結構ね、その初めてやるっていうこともあって、すごくその緊張していたし、ちょっと余裕がなかったんですよね。で、今回ね、結構余裕、余裕、余裕っていうか、前回よりは、 こう、少しですね、余裕を持ってっていうか、ま、感覚的にですね、もう前回本当に、ま、緊張感マックスのそのコロナの時だったっていうこともあるので、そんなこともあってですね、あの、なんていうか、もとにかく必死だったみたいな、え、とにかく一人でも多くの先生をオンラインレッスンに導いて、え、このね、大変な状況から、あの、なんていうか、 えー、抜け出してほしいなというか、何か力に、少しでも力になったらなと思った。なんかもう本当に、そんな感じでですね、えーさ、していたので、えーそ、ちょっとなんていうか、初めてだったのもあったし、で、今回その7日間チャレンジですね、えー、少しちょっとその皆さんのことをより前回より感じてですね、できたんですよね。で、あの、コミュニティ、 もうですね、前回より、あ、あの、まあ、あ一期二期を私あの講座、長期講座の方させていただいてて、今年の初めからね。で、そこからでもですね、あの、その、なんだろう、まあ、コミュニティをどうやって運営していくのか、どういうふうな自分はコミュニティにしていったらいいんだろうか。え、コミュニティ自分が、 どういうコミュニティにしたいかっていうこともそうなんですけれども、まあ、せっかくそのね、参加していただいた方に、やっぱりコミュニティの力を使って成長してもらうには、私がただ単に、こう、なんかこう、講座で教えてですね、で、あの、課題を出して、ただ単にこう、こなしていってもらうっていうことじゃなくて、その、講義以外の時間でも、そのコミュニティの力を使って、 成長してもらいたい。その、まあ、あのー、そのコミュニティの力がどんな風に人に影響、いい影響を与えられるんだろうかなっていうのをすごい考えて、一、えー、1期、2期をやっていったんですねで。特に1期から2期にですね、行った時に、すごくやっぱ人数が増えたんですよ。で、人数が増えてね、やっぱり良かったってこと、ここのコミュニティの力がすごいまた増したんですよね。えー、なので、すごくそこを意識しました。で、 あの、やっぱりその、私がある意味ね、リーダーなわけなんですよ、そのコミュニティのね。で、まあ、お教室の先生は、えー、私をリーダーですよっていう風にお伝えしているんですけれども、まあ、なのでね、どのように私がコミュニティをしているのかっていうのも、そのまま、お教室にね、えー、行かせることってあるんじゃないかなと思ってるんですよ。うん。で、皆さん、その、7日間チャレンジに、 参加された方はすごいなんかこんなにコミュニティの力で、えー、環境の力で自分が変われるんだっていうね。私がただ単にその講義を毎日やっていっただけじゃなくて、やっぱりその中の、えー、参加者同士のやり取りがすごかったわけなんですよ。で、もう、あのー、3期にね、えー、その引き続き、えー、3期もお願いしますと、えー、申し込んできてくださった方の、えー、もう金曜日の時点で Facebook、 新しくね、3期の Facebook グループを立ち上げたんですけれども、自己紹介のスレッドを立てただけなのに、もう,もう1000以上のコメントがそこで入っててもやりとりなんかその、そのままセブンデイズから来てるから、ただ単にその講座をえ、今から3期の講座を募集しますってバンって私がいきなり突然、あの、まあ、メルマが、 え、まあ LINE 公式アカウントで私全部合わせると1000以上のリストがあるわけなんですけど、そこでバーンってこうやってもですね、やってもしかしたら申し込み入ったと思うんですけれども、そこで申し込み入っても、あの、やっぱ参加者同士が、 誰だろうこの人みたいな感じじゃないですか。オンラインだと特にリアルで会ったこともないし、えー、なんか写真と名前だけ。写真もなんかね、あの自分の写真出してない人もさ、なんかいたりするし、誰これみたいな感じになるじゃないですか。でも7日間チャレンジをしたことによって、写真をその間に自分の写真をね、変えた方もいらっしゃいますし、はい、おはようございました。続々と素晴らしいですね。はい、田中先生おはようございます。リエ先生おはようございます。 で、それでもうすごい関係が温まった状態で3期に入っていたので、で、もその3期の、まだ講義は <laughs>、まだ始まってないんですけど、オリエンテーションもこれからなんですけれども、えー、もう自己紹介の中でですね、もうやりとりがあって、で、まあ、2期からも継続する方たちもいるので、例えばパソコンについてとか、なんかその、えー、今なんかスマホなんですけど、これ、これを今度買おうと思ってるんですけどとか、かもうそのやりとりがですね、もうそれだけでも、 千ぐらいあとは、私はなんかこういうことしてますとか、えー、あの、この講座ではこういうことやってみたいなと思ってますとか、えー、そういう、そこからですね、あ、私もこれ今やってるんですよとか、そのやりとりがで、もう、もう、もう、金曜日から、えー、始まったそのグループの、えー、自己紹介するとかもかも0千なんですよね。いや、これすごいなと思ってて。で、まあ、とにかくライブ配信もすごいなと。で、ライブ配信はやっぱりその、お教室の先生も、 え、これからはですね、私は本当に使えるんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、おはようございます。ゆりこ先生、おはようございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。で、まあ、これね、これで、ね、まあ、ああの、一番最後の課題がライブ配信しましょうっていうものだったんですけど、なんか、かんチャレンジね。で、まあ、あの、参加された方は、あの、わかっていることだと思うんですけれども、で、その、うん。 大学以上の学びの場ですで、ね、ありがとうございます。<laughs> 嬉しいです。でも私も本当にね、結構その、どうやって、あの、なんだろう、コミュニティの力を使い、使ってもらえるか、影響、いい影響が与えられるかっていうことをやっぱ考えてできてですね。で、今回はさらに前回の 7days ズチャレンジ、えー、より、えー、そこを考えてやりました。そして皆さんの、えー、その、 感じる今、皆さん何今悩んでらっしゃるんだろうとか、えー、その7日間チャレンジが終わった後に、えー、変化をやっぱり得て欲しかったので、で、その変化を得るには、 で、その一日一日終わるたびにですね、講義が。で、あとは、あの、課題がその提出されてくるだとか、コメントだとかを見てですね、やっぱそこを感じ取って次の日の、えー、もうほんとギリギリまで考えるんですよ。で、今日のライブもすごいギリギリまで <laughs>、いつも結構ギリギリまで考えて、よし、あ、こうやって、こうやって、そして次につなげていこうみたいな感じでね。で、私が意識したのが、これすごい情報発信にも使えるポイントです。 で、一つはですね、あの、やっぱりコミュニティのそうやって、あの、全員にね、コミュニティの力を感じてほしいと思って意識したのが、やっぱりね、あの、そのコミュニティに、場に、そのコミュニティの場に貢献してくれる人。そこ、その人をですね、やっぱりその持ち上げる。その人を、えっ、ー、と、あの、やっぱりよく考えるようにする。 っていうところをすごく考えたんですよ。なので、これ先生のね、お教室でも言えることだと思うんですけれども、たぶんね、先生の、これね、別にね、向こうが計算してやってることじゃないんですよ。向こうが計算してるやってることじゃないの。でも、その場に貢献してくれる人っていうのはね、たぶん一人はいると思うんですよ。お教室の中でも。保護者さんだとか、まあ、生徒さんだとか、まあ、あの、お教室の場合はもしかしたら小さい子の、 お子さんがいらっしゃるね、お教室がたくさん。ピアノの教室はそ,そっちの方がメインだと思うので、えー、生徒さんの保護者さん。で、いつもその場に貢献してくれる人いつもその発表会やるときとか、えー、まあその発表会だとよくよりよ,よくわかると思うんですよ。えー、発表会終わった後に、えー、一番最初にこうメッセージくれる人だとか、 あの、なんかその、いや、本当に先生よく考えて、あの、私たちのためにやってくださって、ありがとうございますとか、言ってくれる方が一人でも多分いると思うんですよね。うん。あとは、そのレッスンの時とか、の、振る舞いとかで大体わかるじゃないですか。はい。ありうございます、ありがとうございます。嬉しいです。元気な声で気合いが入ります。<laughs> はい。月曜日皆さんね、気合い入れていきましょう。はい。嬉しいですね。そういうことをおっしゃっていただけると、本当に、あの、<laughs> 嬉しいです。本当、月曜日の定期の、次は何を皆さんに提供しようって、こういった、こう、やっぱりコメントが入るとですね、私も思うわけですよ。なので、こうやって、あの、くださるコメント、これも、あの、ある意味場の、ね、貢献してくれる方というか、エネルギーがこれだけで、私も上がるし、皆さんも、こう、上がると思うんですよね。 で、反対にですね、まあ、私とその,あの考えが合わないなとか、例えばね。で、まあ、あの、何かしら興味が入って、あ,あってです、聞いてくださってる方がいると思うんですけれどもえ、あからさまになんかもう、あの、あの、先生の言ってることなんかもう、あの、全然、なんかこう、私と全然違いますね、みたいな。こうなんか <laughs> 言ってくる人とか、なんかね、あの、そういう方がいるのっていうのは普通なんですね。 あの、普通っていうか、だってそんな人それぞれなんですから考えがね。で、あの、今日のね、あの、最後の告知が来週のね、すごい素晴らしい素敵なゲストをちょっとお迎えしてまた、先生たちのために、この教室の先生たちのためにですね、あるお話を来週させていただくんですけれども、その話にもめちゃくちゃつながるんですけれども、やっぱり自分の話をですね、尖らせるっていうのはすごく大切なんですよ。で、あの、来週はですね、もう行っちゃおうか。あの、この話がつながらないので。 来週はそのお教室のための先生にですね、ブランディングについてお話をしていただきます。で、あるね、あの、ピアノ業界、音楽業界の方じゃないんですけども、まあ、ブランディングのプロです。ブランディングプロにですね、そのお教室の先生一人でお仕事をしていく先生はですね、やっぱりブランディングめちゃくちゃ大切です。で、これはブランディングがやっぱり大切その方がね、おっしゃってた言葉がブランディングで大切なのは統一感と、 ブレないってことなんですよ。で、これはやっぱり自分の色というかね、えー、自分をこう、しっかりとこう、なんだろう、見せていくっていうか、えー、ブレちゃいけないし、統一感で見せていくんですね。で、もちろん、その統一感を出すことによってですね、ブレない感じ、ちょっと尖らせることによってですね、えー、なんか、あの、あの人の言ってること私理解できない、合わないっていうふなふうに言ってくる方はいるんですよ。それは、あの、もちろんいいんです、あもちろんいるんですよ。 ただ、尖らせることによって、より濃い、えー、ファンの人、より、えー、先生のことが、えー、好きだっていう人がですね、あのー、来てくれるようになるわけなんですよね。なので、私がやっぱりそのコミュニティで意識しているのは、その場に貢献してくれる人を一番持ち上げる。ここなんですよね。 で、場に貢献してくれる人がいるとですね、そして先生がそあの、より、あの、そこにまた意識を向けて、その方を持ち上げると、よりまたですね、あの、だって場に貢献してくれてるんですから、そのエネルギーをえくれてるわけですよね、そのコミュニティに。え、その、それな、そうなので、その参加者たちにも、その、えー、場に貢献してくださったエネルギーっていうのは広がるんですよね。で、そこを、あのー、ね、大切にすると。はい。 あ,ありがとうございます。ね台風ね。台風ほんとそうですよね。なので、えー、お教室でも絶対いると思うんですよ。10人いたら、 一人は絶対いると思うんですね。先生に対して一番好意を抱いてくれて、そしてその教室、計算はそこまでしないと思うんですけれども、場に貢献してくださる方っていうのがいると思うんですよ。そこをしっかり感じ取ってですね、その人を大切にするというか、えー、そういったことをやっぱり意識されるとですね、よりあのコミュニティのあのー、さらにエネルギーが高まります。そして先生も巻き込みやすくなるというかね。で、あともう一つ、私が7日間チャレンジで、 え、意識していたことはですね、一人に向けて発信するということです。で、あの、私のそのグループは200人以上ですね、参加されていて、で、リアルタイムでは100人以上、え、おかげさまでですね、7日間毎日連続で、え、100人以上の方がリアルタイムで見に来てくださいました。そして、アーカイブでも、あの、ね、その時リアルタイムで見れなかったっていう方たちがいて、いたりとかして、まあ、その全員でですね、200人以上見に来てくれてたわけなんですよね。 で、その200人に向けて、今100人ね、リアルタイムで見てくれてたんですけど、100人全員のことを思ってやっていたかっていうと、ええー、まあ、感じ取るっていうかね、100人もすごいありがたいなと思って、あの、画面の向かうで100人と繋がっているっていう意思はその向けていたんですけれども、例えば今日何話そうとか、明日何話そうと考えた時にですね、一、えー、人の人に向けて、あのー、いつもやってました。 で、毎日その一人の人に向けてっていうのは結構変わったんですけれども、例えばそのメッセージで、えー、なんかこう、これ、これがわかんないから教えてほしいとか、あとはその、あの、コメントのところでね、えー、講義中に入ったコメントとか、そういうのを見て、あ、そっか、こういうふうに考えてる方がいらっしゃるんだっていうふうなことを思った時にに、その人のことに、を、あの、集中向けるんですよ。で、一人の人が、 え、困っていること、ある質問、あの、こ、質問してきたことっていうのは、その一人だけじゃなくってですね、他にも、えー、潜在的にもそうだし、そんな自分がそこに困っているって分かってない状態の人もいると思うんですけども、同じような質問、同じような悩みを持っている人たちっていうのは、すごくたくさんいる可能性があるんですね。なので、全員、 のその質問とか、全員の、えー、なんかこう相談とかえ、そういうことに一つ一つ対応していったら、もう100人私らやるタイムなのでえ、そこまではやっぱりそのね、24時間、日124時間しかいないので、対応しきれないじゃないですか、もちろん。でも、その一人の、えー、あこの、このことすごくいい質問だなとかっていうのがあったらですね、そのこと、その相談、その悩みですね、 同じように悩んでいる人たちっていうのは、ええー、たくさんいる可能性がいるわけな、あるわけなんですよね。なので、一人の人に向けて発信する。これは、ええー、ご自身が例えばブログを書くときとか、ええー、何かその LINE 公式アカウントで発信するときとか、ええー、そのネタがないなとか、えー、そういうふうに思ったときにですね、 あとはね、その私その、そんなになんか全然今教室、お教室に生徒さんいないしとか、えー、その LINE 公式アカウントに全然まだ登録者いないしとか、えー、そういうことをね、えー、思って、それがブログのネタがないっていう情報発信できないやとか、な、どういうメッセージを私発信したらいいんだろうとか、それはですね、理由にならないんですよ。 じゃなくて、一人でもですね、先生に対してなんか相談してきたとか、えー、あとはレッスン中にね、生徒さんに質問を受けたとか、えー、その質問だけでもですね、えー、一人が、えー、思っていることが、その、その、後ろにはですね、百人、千人と同じ悩みを持っている人たちっていうのは、いる、いる可能性が多いにあるんですね。あ、はい。はい、ありがとうございます。 一人の悩みは、そう、おお、素晴らしい、素晴らしい、シンクロ。<laughs> そうなんですよ。で、毎日、まあ私、あのー、お一人のこと考えてたね、えー、ですけれども、まあ、毎日ちょっと違う方に対して、えー、思っていました。で、えー、そしたら、やっぱりその、またですね、違うところから反応があったわけなんですよね。で、これすごく大切です。うん。で、あとはその、まあライブ配信のやっぱり良さっていうのは、リアルタイムでのやりとり。 で、例えばね、ライブ配信を今から始めていきたいって思っている先生がいらっしゃるかもしれない。あの、あそこでね、7日間チャレンジで、えー、参加された方は、初めてライブ配信して、で、あ、これがなんか、あの、フレッシュなうちに、感覚がフレッシュなうちにやりたいんだとかね、思ってる方がいらっしゃるかもしれないです。ぜひね、やってほしいと思うんですけれども、え、このね、最初もね、その一人に向けてっていうの同じでですね、え、最初は、もしかしたら見てくれる方がですね、すごい少ないかもしれない。もしかしたらゼロかもしれないです。でも、その、 まず定期的にやっていくっていうのすごく大切。これ私、定期的にやってるじゃないですか。毎回思いますよ。今日何話そう今日誰が聞き,にれて聞きに来てくれるんだろう誰も来なかったらどうしようみたいな。毎回思うんですよ、これ。結構思うの。で,でも今日ね、こうやってあの今、まあ60名近くの方が見られてるわけじゃないですか。 で、あの、そのね、リアルタイムで一人でも二人でもですね、毎回来てくれる人がい,いる。ま、まあ、毎回じゃなくてもですね、その、えー、もとにかくその濃いファンがそこからで,できるっていうのは大いにあるわけなんですよ。で、それも一人に向けてですね、発信していく。で、その人が結局ね、あなたの商品を買うかどうか。そこはまた置いといてですね、その、やっぱり見に来てくださっているだけでも、その先生に、にその、 なんだろうな。えー、エネルギーを受けれてるとか、なんか、場にね、貢献してくれてるわけなんですよ。はい。で、あとね、もう一つすごく大切な情報発信も、ライブ配信も、えー、に言えるんですけれども、あの、やっぱりね、目的やを持ってやるっていうこと。目的を持ってやるっていうこと。で、もちろんそのね、あの、プライベートに関しても、えー、情報発信していいんですよ。いいんですけれども、これも目的を持ってやるということ。で、私はね、 例えばの話。私もた、たまにですね、あの、プライベートの話は、あの、出します。で例えば、私の夫は、えー、クロアチア人なわけなんですよねで。私はクロアチアに住んでいました。で、例えば、クロアチアの、その、生活について、 え、に、すごくなんかこう、興味があるとかね。え、そこから入ってくる人もいるわけなんですよ。例えば、海外生活がどんなようなものだったのかとかね。えーえー、あとは、その、あのか、国際結婚っていうところから、えー、なんかどんな生活されてるんだ。そこだけで、ある意味、もう、人と違う、まあ、国際結婚されてる方ってそ、そんなにい,い、いないじゃないですか。まあ、あの、増えてはいると思うんですけれどもね。なので、まあ、そこで、まあ、また、その、 他の人と違う、まあ、ブランディング、これもある意味ブランディングになるわけなんですよね。なので、えー、実際に私は、あの、言われたことがあって、えー、あの、国際結構されてるので、えー、そういうなんか投稿を見て、なんか目につきました。で、そこから私が何をやっているのかなって興味持っていただいて、そこから、あの、セッションを受けてくださったっていう方もいらっしゃるわけなんですよね。 なので、えー、決して、そのプライベート全、全然出さないでくださいっていうことじゃなくて、それがどのようにつながっていくのかっていうのを、やっぱり目的を持ってやっていくことっていうのすごく大切なんですよ。えー、そしてですね、あと、その目的を持ってってやることは、その内容についてもそうだし、今日は何について話そうもそうだし、あと、誰とやるかね、ライブ配信、例えばそのゲストを招いて、え、やるっていうことも可能です。来週私ゲストを招いてやります。これも目的を持ってやっています。 なのでえ、誰とやるかっていうのもすごく大切だし、えまあ私環境の力はコミュニティの力は大切ですよっていうところで、いつも誰と一緒にいるか、誰と繋がっているかってすごく大切ですよ環境っていうのは誰と一緒にいるかっていうところと直結しているので、えなのでこのライブ配信もですね、え誰とやるか、えー、そして、えー、内容もすごく大切ですし、あとはね、そのライブ配信の良さっていうのはそのリアルタイムで編集できないじゃないですか。だから後でね、 自分で見返したときに、どういうことを私は話してどういう、えー、なんか話し方してるんだろう、どういう言葉使ってるんだろうっていうのをすごく客観的に見える。で、後から修正もできないので、すごくいい、その復習にもなるんですよね。うん。で、あとですね、ご自身がライブ配信をし始める、そして情報発信をし始める、フォロワーが増え始める、影響力を持ち始めるというふうになるとですね、目立つようになるんですね。これすごくいいことなんですよ。すごくいいこと。ただですね、 何かしらこう目立つようになってくるとですね、様々な人が寄ってきます。で、ここでですね、やっぱりあの目的を持ってやっていくのにですね、まあ、だからビジネスにつなげて、つなげる目的でやってほしいんですね。情報発信っていうのは、このライブ配信も。で、その目立つようになってくると、様々な人が寄ってきます。で、ここでや,やっちゃいけないのが、これもあのブランディングにつながる、ただのお人よしにならないってことね。 これすごくやっぱり大切だなと思っています。まずは自分ファースト。まあ、ウィンウィンの関係ではなるんだったらいいんですけれども、自分ファーストでしっかりブランディングが、えー、をしていくためのものにしなくちゃいけない。えー、しっかりその自分だからできる発信にするためにはですね、やっぱりその何か寄ってくる人、私もあの、 セブンデイズチャレンジの中でですね、まあ、ルールがあったわけなんですけれども、えー、まあ、注意した方とかいらっしゃいましたよ、はっきり言って。で、それは自分だけのためじゃなくて、参加者のためなんですよ。だから、お教室でもですね、何か言ってくる人、なんかその場を、のエネルギーを目だ、目だ、なんですよ、乱す人っていうかね、えー、そういう方に、ちゃんと、あの、お教室のね、コミュニティのリーダーなんですが、ちゃんと自分で言えるようにしておくっていうこともすごく大切なんですよ。 で、あの、一人一人お客様対応しなくちゃいけないと思うかもしれないんですけれども、自分のブランディング、そこの、えー、を崩さないためにも、そしてそこの、あの、先生のブランディングがいいなと思って、えー、来てくださっている方のためにもですね、えー、その、あの、場を乱す人がはですね、もしかしたら、えー、何かね、計算してるとか、その、無意識でやってることかもしれないんですけれども、えー、ちゃんと、あの、注意しに行くってこともすごく大切なんですよね。で、 まあちょっとブランディングブランディングっていうね、ことを私、えー、お話し今日させていただきましたけれども、えー、来週ですね、えー、なんと、えー、あるラグジュアリーブランドでですね、7年間も、えー、お仕事に携わって、えー、来たという方をですね、招いて、えー、まあその、 まあ、ラグジュアリーブランドですから、まあ、あるラグジュアリーブランドなんですけれども、えー、ちょっとね、来週ね、えー、詳しく、まあ、自己紹介も兼ねて、ご本人にお話ししてきたいただきたいなと思うんですけれども、ラグジュアリーブランドがなぜ、そのね、あの、ユニクロと同じような価格じゃない価格でですね、えー、売ることができて、そして喜んで買ってくれる人がいるわけですよ、高額でも。 なぜそういうふうなことが可能なのかっていうのは、やっぱりそのお教室の先生にも私通ずることがあると思うんですよね。で、そのお一人でやられている方がいら、多いじゃないですか、お教室の先生っていうのは。なので、その、どうやってブランディングしていくか。すごく、やっぱり大切だなと私感じています。で、ここはその価格についてもそうだし、情報発信の仕方にもついてもそうだし、どうやって自分の世界観をですね、見せていくか。 ここはですね、やっぱりね、プロにね、話してもらう。私が、あの、話すだけじゃなくて、やっぱプロに話してもらいたいなと思いまして、7年間なんとね、えー、そのラグジュアリーブランドに携わっていた方にですね、個人の世界観づくり、えー、お教師の先生の世界観づくりをですね、お話ししていただきたいと思っています。ちょっとね、あの、えー、写真だけ、えー、お見せします。で、来週はですね、えー、この方、 えー、たやみささんにですね、その個人の、えー、お教室の世界観作りですね。えー、こちらについてお話ししていただきたいと思っています。楽しみにしていてください。はい。楽しみですよね。ですよね。はい。私もすごく楽しみです。で、このね、田谷美里さんが言ってたのが、統一感、そしてブレないなんですよ。 なので、もしライブ配信今からやっていきたいとか思っている方も、情報配信もそうですけれども、しっかりその世界観を見せる、どういう世界観を見せていくかっていうことを考えてやる、そのプライベートの投稿やってもいいけれども、その中でもその、あの、ブランディング、その世界観を見せる、その一部として見せるのではいいんですよ。そして統一感があるように、ぜあの、見せていくっていうのがすごく大切なわけなんですよね。 で、あとはその、えー、ブログやチュ YouTube、ライブ配信もそうですけれども、登場させる人物。だからライブ配信もゲストを呼ぶにしてもですね、誰とやるか。えー、そこもすごく大切なわけですよ。内容もそうだけれども。誰と一緒にいるかっていうのも、えー、誰とやっているのかっていうふうに情報発信を見せるのも、どんな生徒さんが来ているのか。えー、そこに、えー、登場させる人物もブランディングにつながるわけなんですよね。はい。 楽しみですと。私も楽しみなんですよ。もう30分じゃ足りないんじゃないかなと思うんですけどね。はい。えー、ぎゅっとですね、あの、ここ,こで、あの、そのせ先生のためのね、ブランディングについてお話ししていただきたいと思っております。はい。今日もですね、30分間60名の先生方が、朝からですね、お集まりいただきありがとうございました。